次の文中の括弧内に入る A の数値及び B の語句の組み合わせとして法令上正しいものは1語のうちどれか、はい、まあ、どんな文章でしょう。水の温度が0度を超える鋼鉄製温水ボイラーには内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができる何かを備えなければならない。温水ボイラーの話ですね。で、A が100、B が安全弁。A が100、B が温水温度自動制御装置。A が120、B が安全弁。A が120、B が温水温度自動制御装置。そして A が130、ね、温水温度自動調整装置。自動循、温水循環装置か、ね。はい、この中で異なるものはどれでしょうと考えてみてください。はい、いかがでしょうか。バッと答えはですね、こちらですね。お、こちら、はい、3の120度安全弁、まあ、これもこの文章を覚えちゃっていただくのが一番いいかもしれないね。水の温度が120度を超える鋼鉄製温水ボイラーには内部の使用圧力以下にすることができる安全弁を備えなければならないと、ね、こういうふうになってるんですけども、まあ、これもね、これも120度安全弁というもの、これを丸暗記してしまうというのも一つの方法なんですけども、仮にこれが頭に入ってない場合、もしくはこれを丸暗記しやすい方法としてですね、この100度、100度っていうのは結構キリがいいですよね。水が蒸気になる温度です。で、100度、これはこう100度じゃないんですね。これ120度にしてる、だからちょっと 高圧というか高温、ね、高温になるやつは安全弁をわざわざつけろっていうふうにしてるわけです。だから100度ぐらいだと普通にまあお湯沸かしてても100度になりますからね、大気圧でなる。で、そういうのはいいよと。で、そうじゃなくてもうちょっと高温高圧になるようなものは安全弁わざわざつけてねっていうわけなんですね。まあ、安全弁だから圧力の問題ですね、きっとね。まあ、そういうふうに考えることによって、まあ多分こういう意図だろうなっていうことを一緒に考えると、こういうただの、ね、法令の文章条文というのも暗記しやすい、覚えやすいんじゃないかなと思います、ね、はい、というわけで、ね、答えはこちらでした。